はい、ゲーです。今回は勝ちっぱから2軍へ、この投手ガチで厳しいということでですね、今回はね、マラウンドのあるピッチャーについて話していきたいなというふうに思います。ぜひ最後までご覧ください。はい、それではですね、今回は本田圭介が2軍でも炎上ということで、本田圭介投手について話していきたいと思います。まあ、本田圭介投手、まあ皆さんもご存知の方多いと思いますが、今かなり厳しい状況にあります。 まず、ホンダ投手の今シーズンを簡単に見ていきたいと思うんですけれども、で、まず、ホンダ投手ですね、まあ、キャンプ、一軍キャンプに入りまして、で、その春季キャンプ、オープン戦というところで、非常にですね、素晴らしいアピールをしてくれまして、開幕は7回のセットアッパー、勝ちパターンに起用をされていました。ただですね、4月の途中から、まあ、ゾマリスタジアムでね、ポランコ選手にもホームランを打たれたあたりからですかね、まあ、そっからね、ちょっとずつ状態を、 崩してしまいまして、まあ4月も防御率は3点台、えー、そして5月に関しては防御率9点台ということでですね、まあこの4月の途中から5月にかけて、まあめちゃめちゃ状態が悪くなってしまったということになります。まあ最初は勝ちパターンだったんですけれども、えー、ちょっとずつ序列も下がっていきまして、まあちょっとビハインド僅差ところを任されたりだとか、最終的には敗戦処理っていうところまで下がってしまいまして、えー、5月15日、その敗戦処理の当番でもね、エスコンフィールドで炎上してしまったっていうのがあって、えーその 翌日に登録を抹消されてしまいます。 で、二軍に行ってからのホンダ投手なんですけれども、まぁ、あ、16日に登録を抹消されて、そして18日にですね、まあ、二軍で今シーズン初登板を果たすことになったんですが、そこでもですね、1回2失点と敗戦投手ということになってしまいまして、まあ、なかなかね、やっぱり二軍の方でも結果を残すことができないということになってしまいました。まあ、一軍でも炎上を繰り返していた中で、まあ、二軍でもいきなり炎上してしまったということなんですよね。まあ、二軍のピッチング内容っていうところを僕も実際に映像を見て、 いきましたけれどもまあ、外野を超えるあたりっていうのをねまあ、打たれたりだとかまた、あ、変化球がとにかく決まっていなかったなという印象でしたまぁ、あ、チェンジアップまあ、スライダーシンカーっていうところをね、まあ、思いに本田投手投げると思うんですけれども、まあ、なかなかやっぱりどのボールも結構高め抜いてしまったりだとかまあ甘いところね打たれてしまったりとかしておりましてまぁ、あ、ちょっとね厳しいのかなというふうに感じました で、良かった時期のホンダ投手って、まあ、まっすぐももちろんね、こう9位があって結構ね、え、空振りだったりとかも取れていたんですけれども、え、あと決め球だったチェンジアップっていうのがね、結構いいところから落ちていて空振りを取れていたんですが、まあ、そのチェンジアップっていうのが、まあ、今は全く、え、機能していないというような現状になってしまっております。もうそれはもう一元で打たれて時から、え、ずっとそうだったんですよね。 で、ま、あ本田投手なんですけれども、まあ、一昨年はね、オールスターに出場するなど非常にね、いい活躍を見せたんですが、昨シーズンはね、登板数も非常に減ってしまって、まあ、スタッツ名もかなり厳しいということになってしまいまして、まあ、今シーズンが本当に勝負の年になっていたと思います。ただね、その今シーズンも、ま、こういった状況っていうふうになってしまう。さらにね、まあ、9年目でもう31歳という年齢を考えるとですね、やはりこう、チームライの立場っていうところはかなり厳しくなってくるんじゃないかなというふうには思うんですよね。 で、今シーズンは二段モーションっていうところに変更しておりまして、まあ、それが結構上手い具合にいっていたんですよね。だからまあ、開幕も勝ちパターンを任されていたんですけど、僕、この18日の二軍での登場見たんですけど、もう二段モーションじゃなくなっているんですよね。まあ、そういったところを考えても、まあ、いろいろ統計フォームの部分でも、まあ、本人も悩んでいるのかなというふうに感じましたし、やはりまあ、当初の投球内容っていうところをね、まあ、なんとか取り戻していきたいところなのかなというふうには思います。 で、ま、そのためにはね、ま、どうしたらいいのかとこうなんですけれども、ま、まず、ホンダ投手の一個課題としては、ま、基本類打率が1.13というところで、ま、割と高いっていうことなんですよね。ま、たい1試合丸々投げたら、ま、1本ホームラン打たれるということになっております。ま、結構これに関しては、僅差で投げる中継ぎピッチャーとしては、ま、僕的には結構致命的な欠点なのかなというふうに思うんですよね。ま、1点、2点争う試合で、例えば勝ちパターンにしろ、ま、ビハインドにしろ投げてくると思うんですけども、 まあその中でやっぱホームランを下ってしまうっていうところ、まあそれがやっぱ結構致命的なところなので、やっぱり少しでもこの基本理打率っていうところは、下げていきたいところなのかなというふうには思いますね。 で、あとはやっぱりもうこれ前からずっと言ってるんですけど、対左バッターっていうところですね。え、対右に関しては、え、打率、左率1割7無二人ということで、非常に右バッターを抑えることができております。ただその一方で、左バッターに関しては、左率4割3分2人ということでですね、これだけもう右と左で、ま差ができてしまっているということで、もう対左バッター圧倒的に苦手ということになってしまうんですよね。 でまあ、本田投手の球種だと、まあ、基本的には右バッターに対しては、まあ、っすぐカーブ、スライダーだったりとか、というふうに外へ逃げて見学変化球のところも有効に使っていきながら、また、あ、チェンジアップに、ね、落ちる球も使っていく。で、左バッターに対してやっぱりシンカーってところを、まあ、有効に使っていきたいんですけれども、まあ、そのシンカーの左率がめちゃめちゃ高いということになっておりまして、このシンカーの左率5割7分1厘っていうふうにここまでなっているんですよね。 なので本当は左ピッチャーに有効に使っていきたいボールっていうのが、まあ、ほとんど機能していないからこそ、もう左バッターを抑える術っていうところがほぼほぼなくなってしておりまして、まあそれがやっぱりこういった、まあ、対左の左率の高さっていうところに繋がってしまっているのかなというふうに思います。 で、実際に対左のコース別左率を見ても、え、外角低めですね。だから大体こう進化投げるってなったら、まあ、結構外角低めに多分ちょっと逃げていくような軌道で、まあ、落としていくと思うんですけれども、その外角低めが7割ぐらい打たれてしまっているというのがありまして、やはりま、その左バッターに対する落ちる系のボールっていうのを捉えられてしまっている傾向っていうのが、まあ、そのね、え、チャートを見るとわかるのかなというふうに感じました。 で、逆に、まあ、対左バッターとこうで見ると、インコースに関してはそこまで打たれていないっていうのがあったんですよね。まあ、特にインコースの低めとかは、まあ、ほぼほぼこう左バッターに打たれているっていうのはなかったので、 まあ左バッターやっぱホンダ投手が抑えていくってなったら、まあそのインコースをやっぱどれだけ使っていけるかなのかなというふうに思いますね。まあ実際にやっぱホームラン打たれてしまっているのも、まあ水野選手だったりとか、まあ、ロッテのポランコ選手だったりとか、左バッターにやっぱりもうそれだけホームラン打たれてしまっているっていうところがありますから、 やはりまあこの右、左バッターのインコースところに対してまっすぐだったりとか、また、あ、スライダーもね結構今井投手とか見てると、まあ、左バッターのインコースに思いっきりスライダー曲げたりとかしていると結構あると思うんですけども、まあ、本田投手もやはりね、まスライダー結構左バッターに投げるって勇気いる部分もあるかもしれないんですけれども、まあ、左バッターのインコースにスライダーを曲げていくっていうね、えピッチングとかもまできるようになっていけると、まあもっともっと左バッターを抑えることができるんじゃないかなというふうに個人的には感じております。 なので、やっぱり、まあ、こん投手、また一軍やっぱ戻ってきてほしいなっていうふうに思いますし、まあ、本人もね、やっぱそこ戻りたいっていうふうに思ってると思うので、まあ、そのためにやっぱり二軍ではね、まあ、そういった部分にしっかりと取り組んでいって、まあ、この対左っていうところを抑えていけるかどうか、まあ、それが本当一番の課題になってくるんじゃないかなと思いますね。まあ、実際にね、18日の登板でも、 まあ、左バッターの岡田選手、巨人の岡田選手の思いっきりオーバーを打たれてしまっていたりとか、やっぱり左バッターにめちゃめちゃ飛ばされているなっていうのを感じましたので、まあ、なんとかこの左バッターをね、抑えていくっていうところ、まあ、ここ僕も二軍のね、ホンダ投手の登板今後見ていきたいなっていうふうに思いますから、まあ、そういった部分がしっかりとできるようになっていけるかどうかっていうのを注目して、見ていきたいなというふうに思います。今後はね、ホンダ投手を奮起できるように期待していきましょう。以上です。 はい、今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。今後も埼玉西部ライオンズの最新情報や考察、解説をお話していきます。え少しでも動画がいいと思ったらグッドボタン、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。え、Twitter も毎日更新しておりますので概要欄の方からチェックしてみてください。